CR 大海物語2実機バトル。はい、それでは3回戦、泣いても笑ってもこれがラストのバトルとなります。ラストバトルは、ラグーンステージですね。ラグーンステージの方に合わせていただきたいと思います。ラグーン。はい、さあ、3回戦突入する前にですね、ここでですね、デモ画面中にできるお楽しみ演出をちょっと確認していきたいと思いますけれども、もう最近の海打ってる方なら分かると思いますけれども、魚群チェックっていうのがありますということで、LR ボタンどちらかですね、上皿にあります LR ボタンどちらか1回プッシュしてみてください。はい、お、並んでこれは顕著に出ましたね。まずは葵ちゃん、スーパー魚群星5つですね。素晴らしい、素晴らしいですね。絶好調。さあ、そしてまいちゃん、りゅうちゃん、セレブさんは上り上司となってますね。はい、もうこれから、これからそう、これからそう、上り上司ですかね。悪いとは言ってないですよ、上り上司ですから。ここからですね、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ちょっと笑ってる。大丈夫、はい、大丈夫ですよ。バカにしてんでしょ、これから、はい、出すから当たるから。それでは、第3回戦いきたいと思います。せーの、3、2、1、スタート。さあ、これがラストバトル。さあ、頑張っていただきたいと思います。第2回戦の終わり、そのまま引き継ぐ形となっておりますので、葵ちゃんがチャンスタイム中、そして舞ちゃん、みゆちゃん、セレブさんが通常モードからのスタートとなります。なんか緊張してきちゃった。さあ、そして第3回戦ラストバトルを飾るのはラグーンステージ。もう海物語シリーズの王道ですね。ちょっと完全に入団してましたね。このまま逃げ切れそう。これ今おそらくノーマルリーチじゃないですかね。さあ、ここはね、代表としての意地、両手振ると大当たり濃厚なんですよね。いい、アンコウでいい、アンコウでもいい、見せてくださいよ。おっと、あ、さあ、来ました、ジュゴン様様ですよ。やっぱりジュゴンはね、力強いですね。ここぞという時に来ますね。さあ、この辺りでショックが隠せないのがみゆちゃん。がっくり。いや、まだまだね、時間ありますから頑張ってください。ラブリーチャンス。さあ、葵ちゃんがラブリーチャンスですね。やはり7ラウンドでの発生、やっぱりこういうラウンド決まってないですね。おー、来ました。すごい、これはダメ押しだ。ダメ押し大当たり。お、リーチ来ましたよ。びっくりました。さあ、葵ちゃんが、これは大チャンス。核変図柄、ノーマルでびっくりマークセンサーからのサンゴ礁。これはだとし、あ、来ました。うわ、これはもうね、葵ちゃんは届かなくても舞ちゃんはいけるでしょ。あーあーあーあああ、これプレミアじゃないの、全部くっついて、あ、一個、これプレミアでしょ。かわいい、1つだけ。さあ、そうこうしてるうちにセレブさん、おっと、これは確変終わったり、そう、確変中ね、負けてらんないですね、セレブさん、気がするんですよね。さあ、そして今葵ちゃん確変中、そしてセレブさんも確変中ですかね。あ、リーチ、あ、さあ、葵ちゃん
びっくりマークからのマリンちゃん。さあ今片手振ってますけど、これ両手を振ってくれたら、大当たり。もう余裕のピースですね。もう今日はもう大海2をもう思いっきり堪能しちゃってる感じですね、葵ちゃん。あわわやだ、あわわやだって、あわわやだ、しかもサメじゃん。さあセレブさんがスーパーリーチ、ただし図柄は4、ちょっと魚群も出てないのでピンチです。出てきたよ、ミスマリーちゃんたちが。これは可愛いね。一生懸命頑張りましたから。可愛い。爽やか笑顔でありがとうございます。セレブさん、おっと、ラブリーチャンス。さっき左手でダメだったから、今回右手でいこう。そこはセレブさん、空気を読んで。さすが。いやだ、そんな悲しい顔しないで。さあテレビさん、やっぱり本人がラブリーじゃなきゃダメなのか。いやーって言った。相当失礼なこと言ってますけどね。可愛い、このいやいや顔が可愛いけど。と長押しして。さあ、こっちセレブさんがエクストラステージに切り替えたようですね。はい、それではすいません、ハンドルを止めてください。いや、まだ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 。今回せっかくなんで、ラストの30分は、ミスマリンちゃんの3人にも、このラグーンステージのエクストラステージ、純粋に泡スーパーリーチ、そして魚群のスーパーリーチが楽しめる熱さを体感していただけたらと思います。では残りの30分頑張っていただきたいと思います。はい、ですね、今このラグーンステージの、エクストラステージですね、これ実は山陽さんの、強い思い入れがあるわけですね。皆さんにメッセージがあるということなんですよね。これ何かと言いますと、やはり昨今のこの演出方な現状によって、やっぱり魚群のこの信頼度が落ちていると錯覚している人が非常に多くなっていると。パールフラッシュだったり、その一発告知、またプレミアも豊富になりました。それと一緒にこの魚群予告が絡むと、どうしてもその魚群予告で当たったという印象よりかは、そのプレミアム演出で当たってっていう印象の方が強く残ってしまうわけですね。で逆に、魚群予告で外れてしまった場合は、魚群で外れたという印象しか持たないわけですね。よって、昔から魚群の信頼度というのは今まで一度も変えたことがないはずなんですよ。だけどもそういう印象になってしまっているということで、あえてそのパールフラッシュのプレミアム演出を一切排除して、昔の、泡予告、そして昔の魚群予告の、熱さをぜひもう一度皆さんに体感していただきたいと、そういう熱い気持ちを持ってこのステージが出来上がったということなんですね。お、びっくりした。さあ、舞ちゃんが魚群予告からの珊瑚礁。さあここは当てたい。ボワッツォー、マイナス1コマ外れからの進みですね。見事大当たり。さあ最後ミキちゃんがもう何なんだみたいな顔してますけどね。さあ、みゆちゃんは上下に図柄ナビ予告ですね。これリーチが確定しております。さあ、どうだ。お願い。おお、すごいすごいすごい、みんなありがとう。すごい、最後の最後でノーマルリーチ。当たった。
さあ、葵ちゃん。あ、やべー、おっとっとっと。さあ、葵ちゃんのリーチはどうだ。おっと、外れたと思ったけど。これもすごい、これもすごいですね。あ、いたいたいた。さあ、葵ちゃんがダブルチャンスですね。早いですね、今回2ラウンドでの立ち位置。おっと、すごい、これはすごい。もうこれはもう決まりですね。なんであそこまで入れたの。なんで一人だけあんまで塗ってんの。絶対勝つよ。ちょっと、さあ、みゆちゃんはね、残念ながら確変いけず。いや、こっからです。ここは手堅く1ポイントを取っていきます。ラッキー。さあ、みゆちゃん見ました、オープンマークですよ。おお、すごい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 。やったー、みゆちゃんが確変を当たりですね。強い、土壇場に強い。音符が出たんですよ、文字のところに。ちょチャンスタイムの早い、回転での大当たりなので、もしかすると、内部的に確変状態だった可能性もありますね。さあ、みゆちゃん、あー、マリンちゃん頑張って。あー、片手か。さあ、ここはね、手前のゴール当たってほしい。あー、抜けちゃった。6かな。あー、6です。でも、あー、でもね、終了間際に素晴らしいです。はい、ここで終了です。終了です。大光実機バトル結果発表。さあ、皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。こちらの手元の方に結果の方が届いてますので発表していきたいと思います。かわいいのが一人いますけど、混ざってますけども、まずはですね、番外となってますライター席に座っているセレブさんのポイントですね。アトランティスステージ1ポイント、トレジャーステージ0ポイント、ラグーンステージ3ポイント、合計4ポイントでした。すごいすごい、頑張って。いや、もうちょっとやるかなと思ったんですけどね。どういうことですか。おかしいな、何がなんでこんなの。なんでですかね。一応ライター代表で言っていただいたんですけどもね、まあ、これが高いか低いか、はい、まだ分かりませんからね、うん。ではまずはですね、奥からゆうちゃんから発表していきましょう、はい。アトランティスステージ1ポイント、はい、トレジャーステージ0ポイント、はい、ラグーンステージ4ポイント、合計5ポイントです。5ポイントです。やりました。最後の追い上げがすごかった。そうですね、うん、最後起死回生のあたりを連発させて、うん、はいはい、なんとか5ポイントということでね、はい、はい。続きましてまいちゃん、はいはい、アトランティスステージ2ポイント、2ポイント、トレジャーステージ2ポイント、お4、ラグーンステージ1ポイントで、なんと合計5ポイントです。みゆちゃんと一緒。じゃあ最後にですね、葵ちゃん、はい、はい、行きましょう、アトランティスステージ5ポイント、お、トレジャーステージ3ポイント、ラグーンステージも5ポイント、ということで合計13ポイントです。13ポイント。Yeah.
ということで優勝はダントツで葵ちゃんということでした。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい素晴らしいですね。途中まいちゃんに追いつかれそうで焦ってたんですけど、なんとか引き離して引き離して、いやすごかったです。結局ね、常にトップをキープしたまま終わったという感じでね、素晴らしい安定感でしたね。はい、ということでね、ビビなんですけどもどうしようかな。誰ビリ、この2人ビリですね。そんなことないね。だって5ポイントだもん。5ポイントで、そうなんですよね。知らんけど、まあね、いろいろちょっとね、パーツゲームなんかもちょっと考えたりもしたんですけれども、まあ今回は初めてのバトルということですし、まあこのね、誰だか分かんないですけども、この基準のポイントもクリアしましたんで、今回は3人とも免除ということで。よかったね。決勝がね、よかったよかった。もう本当最後ピリピリだから、本当にもうよかったよかった。うまく引き立てて ね、そうね、これもう腕ですから。そうですよね。よく見習っていただき、ね、この船出をね、知っているっていうところですよ。あんま見習いたくもないけど、ね、何かいやもう見てて楽しかったんですけど、やっぱり打ちたい。なんでこれが打ってるのかこれってどういうこと。あ、そうか、そうか。なんでこれが売ってるのか。これはさ、さ、さ、怒られちゃったね。なんでね、導入が始まったんで、ぜひね、皆さん楽しんでいただけたらなと思います。ということで、今回の大海津実機バトルはこの辺になります。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様。